はようございます。6月16日金曜日、今日も大和寿司元気にオープンしております。はい、こちらの隣もですね、今日はこちらの2貫をご用意いたしました。はい、こちらはねすぐわかるかなと思うんですけれども、今日は鳥取、おはよう、のりやんさんおはようございます。こちらは鳥取の境港の、これ中トロって言ったんだけど、これ大トロ、大トロですね。中トロって、あれ中トロって言ってたと思う。まあいいか。危うく中トロですっていうとこだったけど違うよな。大トロです。はい、こちらが、ね、白身魚難しいですよね。あー、ちひろさんこんにちは、おはようございます。白身魚はこちらはですね、このね、こう艶やか滑らかなこの身っていうことでね、わかる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ヒラメですね。こちらはヒラメになります。やっぱりね、ヒラメ一番この透き通った感じでツルツルした感じですね。やっぱり白身、なんだろう王様じゃないけど、ヒラメいいですね。ということで、こちらの方を食べていきたいと思います。ちひろさん先日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。来ていただきましてありがとうございます。じゃあこちらですね、社長、ヒラメいいですね。ヒラメがずっといいんだよね。もうね、まだ6月、もうそろそろためになってもいい頃なんだよ。それなのにいいからやめられないということで、はい続いております。本当にね、このね通った色とかね、美しくてツルツル、身の滑らかなところとかね、艶やかだしいいですね。あとあれですね、中トロお願いしてたら大トロ来たという。でも何だろう、作的には中トロ血合い岸に近いところの釜に近いところだから、行っちゃえって感じ。まあでも一番おいしいところだ。一番おいしいところですか。一番かどうかな。明日はね、先ほど送っていただきましたけど、はい、白身。目いっぱい入れます。目いっぱいということは、マダイとヒラメとマコガレイ、はい、アイナメ、はい、こっち、イシダイ、クエ、はい、入ります。土曜日だからもう明日満杯ですね、ネタケース。はい、で、お待ちしております。よいしょ。ということでですね、今日はアルコールは用意してません。はい、明日から夏銀、はい、夏銀入ります。なんだっけ、無限天井無限か、名前かっこいいから、かっこいいすぎて覚えきれない。天井無限入りますので、はい、はい、ハイボールもね、ハイボールもなんかね、こんなすごい武器みたいな、いです、はい、これとなんか何これ、ほら、ああこういうのね使ってハイボール作っていきますので、はい、もしお好きな方がいらっしゃったら言ってください。おはようございます。ではですね、はい、早速、暑い、マスクが暑くなってきましたね。はい、
髪が。はい、ハイボールも始めました。まだハイボール一個も注文入ってない。いや、え、入った、おとつい2杯だけ同じ人が同じ方が2杯飲んでいただいたそうです。はい、ということで、はい、食べていきたいと思います。やっぱヒラメが先かな。先ほどですね、昨日ね、あの音が途切れちゃったりしたので、申し訳ありませんでした。ちょっとね、ないようにしようと思ってたんですけど、今この時点で Wi-Fi につなぐのを忘れているやばいですね。ということで、ヒラメの方を今日は食べていきたいと思います。ヒラメがちょっと冷たい、本当にいいんですね。一番やっぱり上品なお寿司かな。いただきます。これなんか縁側に近いところだったので端っこが縁側になってますね。で食感がねシャキシャキしてるところもありながら柔らかかったり、ちょっとね縁側がいいところに差し掛かってるのでプリッとしたところもありながら、香りがすごく口の中に広がって、こう鼻腔をね駆け巡ってるような感じですね。ここら辺がすごく上品なので、磯臭いとかそういった香りじゃないんですよね。身のほんのり塩の香りとヒラメのうっすらですね、うっすらの甘みですね。はい、そちらの方が駆け巡ってる、あ、駆け巡ってるとか、そうですね、駆け巡っております。これで下の上ではですね、こちらの上品な甘みがシャリとねうまく馴染んでですね、本当に美味しいです。美味しいですって言っちゃいました。はい、おはようございます。今ですね、こちらのヒラメを食べました。本当に舌触りとかもつるっとしておりまして、あとマコガレイとかはもうちょっとねザラついた感じになりますね。あとマダイなんかはもうちょっとこう筋肉の感じるような感じがするので、ヒラメがすごくしっとり、はい、滑らかです。あ、何を飲んでるんですかって、今日はお茶です。はい、明日からですね、天上無限夏銀出ます。今あれですね、うちのアルバイトさんの芸人さんたちが他のお店のね、芸人さんがね、物品を配達してくれる方がいらっしゃるんですけどそこでまた挨拶をしたりとかして人気者がいます今朝はコンビニの焼きそばパンでした。そうですか、焼きそばパン私も好きです。美味しいですよね、焼きそばパンね美味しいですよ。
い、ではですね、今度はですね、こちらの今八海山を入れてますね。あれ、移そうと思ったけどダメだった。間に合わなかった。間に合わなかった。美味しそうなお寿司ありがとうございます。はい、私じゃなくて、はい、こちらですね。こちらは鳥取境港の、生の本マグロですね。こちらの大トロですね。注文したら大トロが来ました。はい。じゃあこちらも塩で食べていきたいと思います。多分ね、すごい甘いと思うんですよね。よし、あ、ちょっと塩が、あ、ごめんなさい。これで。真剣なんですよ、時々ね、ポロってなっちゃうから。はい、じゃあこちらの方を食べていきたいと思います。とろけてます。アンパンマン、香りがですね、あの鉄分のね、酸味がクンとね変わってきて、それと海の塩の香りとですね、もう目をつぶると海の前にいるかのような塩の香りがしております。そして口に入れると、マグロの油は口の中の温度より低いところで溶け出すのでですね、もう入れた途端溶け出しますね。何時頃に行けば平日食べられますか？平日はね、割と12時ぐらいまで受付まだしてる時もあるんですよ。大体12時ぐらいまでに来ていただければっていう感じですかね。はい。土曜日はね、どうしても混んじゃうので、10時ぐらいまでに来ていただくのがいいのかなと思うんですけどね。11時ぐらいになると受付、10時から11時の間に終了になる時が、終了になる時があるので、なんとも言えないんですけれども、はい。うわ、美味しそうって、食べたい、美味しそうって、私にもって、ありがとうございます。もうすぐ夏休みです。そうですね。子供が大きくなって夏休みが関係なくなってくる。そうですね、ちょっと忘れてたりするんですけれども、あ、夏休み子供たちと一緒に大和寿司さん行こうかな。ぜひお待ちしております。はい、夏休み、あのお子さんたくさん来ていただくので、はい、ぜひお待ちしております。ということで、今日はですね、こちらの、ね、あの透き通って身がツルツルで鮮やか、あの透明でですね、それで艶やかな、ヒラメとですね、こちらの、鳥取境港の生の本マグロ大トロですね、をご紹介いたしました。混んでて入れるかな。入れますよ、入れます、大丈夫ですよ。夏休みも平日はそうですね、そこまで混まないと思うので、はい、ぜひお待ちしております。
はい、ではこちらからですね、今日の豊洲市場すごい、なんかもう今ね、夏休みのお話をされてましたけれども、もうなんか梅雨明けをしたかのような、あれ、今日は大丈夫です、はい、すごい晴れた空になっております。ちょっと洗濯物干しですけれども、はい、このような感じで今日はヒラメと、本マグロの大トロをご紹介しました。はい、明日はですね、ネタケース満タンで汗が滴ってきました。はい、お待ちしております。はい、今日はちょっとね、時間が、イレギュラーだったんですけれども、はい、こちらで終わらせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。はい、ではまた、はい、明日はちょっと配信はできないかなと思うんですけれども、はい、豊洲市場でお待ちしております。どうもありがとうございました。今日、良い一日をお過ごしください。では、失礼いたします。よいしょ。今日もありがとうございます。ありがとうございます。では、こちらで失礼いたします。